はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね。今週のスコアアタックは予想通りジーババーンが来ました。ジーババーンはね、不思議族ということで有利なのが勇まし豪傑ですね。そして不利なのがプリチー、そしてポカポカ族が相性が悪いということだそうです。そうするとね、どうしようかな、非常に迷いますね。相性のいい勇ましか豪傑で選んでいくのですが、僕のね、今持っている妖怪こんな感じですね。勇まし系はこんな感じ、スキルレベルマックスまでいっている妖怪はいないです。まあ一応ね、勇まし系は結構アタッカーの強いのが揃っています。クワガ大将、そしてオークワの神、ナマハゲ、ブシニャン。今回ね、なんかブシニャンがスコアボーナスがつく妖怪ということで、まあ、ブシニャンはね、使っていこうかなと思っています。そして椿姫、鬼食い、このあたりがね、まあ、結構使えるんじゃないかと思っていますが、あと注目なのはね、力持ち、そして焼き餅、こちらがね、デカプニを作る能力がある妖怪ということで、まあ、今回ね、不思議族のね、デカプニ作る電人とか雲外三面鏡が、まあ、相性良くも悪くもないということなので、どうでしょうかね、勇まし系の力持ちや気持ちを使っていってみようかと思っています。あとはスコアアップの能力を持つ妖怪が花坂 G がポカポカ族で、ちょっとね、相性が悪いのでこれあんまり使えないですね。そしてブリー隊長が勇まし系で相性がいいので、花坂 G よりね、65ポイントなんでスキル能力は低いですが、結構使えるんじゃないかと思っています。もしくはね、南海なんかもいいかもしれませんね。海魔族ね、71ポイント、これ三角ですね。あとは攻撃力アップの妖怪としては勇まし系の轟き獅子、こちらが71ポイント、まあ、結構使えるんじゃないかと思っています。あともう一個ちょっと注目しているのは、今回有利な豪傑系がね、こちらが使えるんじゃないかと思っています。僕もね、結構豪傑系は強い妖怪を揃えています。まだね、スキルレベルはマックスじゃないけどね、まあ、覚醒大釜とかゴルニャン、ゴルニャンはちょっと回復系は使えないかな。山吹鬼、そして黒鬼、この鬼リュフ、この辺りね、使えるんじゃないかと思っています。あと注目なのは、豪傑族の中で攻撃力アップの能力を持つ富士の山、こちらがね、豪傑メンバーの中ではいいんじゃないでしょうか。71ポイント、ちょっとこの辺りもね、試してみたいと思っています。まあね、結構 YouTube のね、動画なんかだとね、山単使ってスコア何千点ってありますけども、スキルマックスでね、ちょっと僕はね、ヤマタ持っていないっていうのとね、スキルマックスの妖怪がいないということで、まあ、非常に苦しいところですが、まあ、やっていきたいなと思っています。まずは豪傑族のこんなメンバーでいきたいと思います。注目はね、富士の山ですね。こちら攻撃力アップの妖怪、なかなかね、富士の山使ってる人いないと思います。そして残りは豪傑族のアタッカーが4体 SS ランクの覚醒大釜、そして山吹鬼、黒鬼呂布ですね。作戦としてはフィーバータイムに富士の山で攻撃力アップしておきの順番に必殺技を出していく、そんなスタイルですね。クロー力は直接攻撃ですが、残りの妖怪はプニ消しの妖怪なんで、いきます。このプニを消した時にさらに必殺技ゲージが溜まるんじゃないかというあたりも狙いながらいっています。なのでね、結構たくさん必殺技が打てるんじゃないか狙っています。さあ、今富士の山で攻撃力アップしている状態でフィーバータイム、必殺技ぶっ放しました。さあ、スコアの方が、おっと一気に来ましたね。120、130万点いこうかというところ、なかなかいけるね。一応ね、このメンバーで攻撃力の方が3615あります。スキルレベルの方がね、まだ2とか3なんでそれほどでもないですが、さあ、スコアの方が136万点いきましたね。Y マネーが 149Y マネー、まあそこそこというところでしょうか。さあ、次は勇まし系のこんなメンバーで挑戦したいと思います。結構ね、戦略的なメンバー、
轟獅子、こちらで攻撃力アップしときのブリー隊長、こちらでスコアアップ、そして力持ち、焼き餅がデカプニ妖怪、そしてレジェンド妖怪のブシニャン、アタッカー1体入れています。フィーバータイムに持ち込んで轟ブリーキーのブシニャンですね、そしてデカプニでブシニャンをループさせるという作戦。まあちょっとね、デカプニのあたりがうまくいけるかどうか分かりませんが、まずは狙っていきたいと思います。さあフィーバータイム入りました。トドロキ攻撃力アップです。ブリー隊長スコアアップです。そしてブシニャン来ましたね。そして焼き餅デカプニ行きます。おお来た、ブシニャン来た。そしてもう一回デカプニ行きます。おっとこっち来たか。あ来ましたね、ブシニャンもう一発撃てますね。これは結構いけるかもしれないよね。さあフィーバータイムが終わった時点で、おっと115万点ですね。結構伸びたですね。 まだあと10秒ぐらいあります。もう一発いきたいところですね。さあデカプニでブシニャンがたまるかな。轟きキーのブシニャンいきたいところだが、まあブシニャンいきましょう。さあスコアが伸びていきます。さあ終了で135万点、コンティニューはなしです。微妙ですね。そしてブシニャンのボーナスが加算されて141万点、まあまあというところでしょうか。さあ次はね、勇ましい系のアタッカー5体でいきたいと思います。攻撃力は凄まじいよね、3965あります。スキルレベルはねどれも3ですね。妖怪レベルの方はマックスの50まで上げてあります。今回はもう必殺技が溜まったらどんどん打っていきましょうか。どうなんだろうね、こっちの方がスコアが伸びるのか、はたまた轟きとかねブリー入れた方が伸びるのか、そのあたりがちょっとね知りたいよね。さあ結構ねこのアタッカー5体このメンバーでね挑戦している方結構いるかと思います。さあ順番に出してきます。さあ行くぜ。そしてお肉がまだ溜まってないよね、生ハゲ。そしてブシニャン行きましょう。結構ね加算されたと思いますよ。さあそしてお肉、お肉がね打てませんでしたね。それでも100万点は行きましたね。まだお肉と大久保の神打てそうですね。まだ10秒あります。生ハゲもいけるかな。おっと150万点を超えました。これがベストか。生ハゲいきましょう。200万点ぐらいいきそうだな。ブシニャンもいけるね。やはりいかにたくさん必殺技を打ち込むか、このあたりがスコアアタック攻略になってきます。さあどうだ、199万点でボーナスが乗るからね。ブシニャンのボーナスが乗って200万点オーバー、209万点ですね。Y マネーが 181Y マネー。さあそれではこんなメンバーでアイテム使っていきたいと思います。今までの挑戦はノーアイテムでの挑戦、今回この勇ましい系の轟きとブリー、そしてアタッカー3体、アイテムはフルアイテム、これでいきたいと思います。やっぱりねアイテム使うとね結構つなぎやすくなりますし、だいぶね感じが違いますね。ゲージの溜まりも早いですね。さあフィーバータイムに持ち込んでのフィーバータイム入りました。轟き獅子攻撃力アップです。そしてブリー隊長スコアアップです。さあ行きましょう、憎い直接攻撃。そしてまだあれ打てませんね、困りました。生ハゲでプニ消し、これでまたゲージがちょっと困りますね。そしてブシニャン、このねうまく直接攻撃とこのプニ消しのあたりをね使い分けるあたりはちょっと
前回の動画でねコメント欄で教えていただいたのですが、なかなかね難しいよね、その辺戦略的に使っていくというのが。まあそのあたりがねこのスコアアタック面白いんですけども。さあまたトドロキブリーキーの必殺技いけるかな。まだ20秒ぐらいありますね。すでにスコアの方は210万点を超えています。これは結構期待できそうだ。トドロキのブリー、そしてお肉い。さあ生ハゲとブシニャンがいけるかな。残り14秒、おっとフィーバータイム入りました。これはラッキーですね。生ハゲいきましょう。そしてブシニャンもいきます。すでにスコアの方が276万点、これは結構期待できるぞ。もう1回ぐらいお肉いたまらないかな、いけるかな。難しいところですね。さあフィーバータイム終わって、おっと350万点ですね。さあ今回コンティニューはなしです。お疲れ様でミス。さあボーナスが乗って400万点オーバー、これは僕の新記録を更新しました。さあ皆さんはねどんな妖怪で今回何点ぐらいいったのでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。